こんにちは、メイです今日は劣等感についいいてお話ししたいと思います私は顔のでかいのと歯が出ているのとあと鼻が丸いのとあのコンプレックスがいっぱいあるんですよ。だけどこの自分が思ってるコンプレックスっていうのは他の人から見たらあそれすごくチャーミングとかすごく羨ましいとか魅力的って映ることも あるっていうことに気がついて、それはあの海外に目を向けた時にそう思ったんだけど、顔が小さいことが羨ましいって思う人多いじゃないですか。日本の女性って。でも八頭身九頭身 <laughs> なんかとにかく、あの顔がちっちゃくてすごくモデルさんみたいなあ。羨ましい。あんな風になりたいって思ったりするじゃないですか。日本の女性はきっとねで。でなんか結構。 白人の人のたたちをモデルさんに使ってたりとかなんか変ですよね日本人が着るのにその海外の人をモデルにしてるっていうのはなんかちょっとおかしい感じがするんだけど羨ましいなって思ってることが実は顔が小さいこと頭が小さいそれがあ,のあんまりよく思われない好ましくないな褒め言葉じゃないみたいなんですね。そういういいのを知った時にすごく驚いて 他にもやっぱりお尻がが大きいい方が魅力的だったりとか、なんかか。なあるじゃないですかそういえば首が長い民族の人たちいたなとかあと足を小さくする転足っていう文化中国の方であるなって思い出してでちょっと調べたんですね時代背景にその今はその文化は残ってないみたいなんだけどちょっとびっくりしたんですね。 この話は差別とかねそういうことにもつながったりしてちょっとセンシティブな問題でもあるけど今ってすごく表現の自由とかあとん自分が何を選択してもいいしどうう生きるかかっていいことも結構自由じゃないですかだけどそういう時代があったっていうのをね知ると本当に憧れちゃいけないとかそういうことではないんだけど。 自分はここが嫌だとかここを変えたいなって思ってることってなんか実はそういうふうに自分と同じように見てない人もいるっていうのを知ってなんか別にそこをあええててて変えなくてもいいかって思っ思たんですよそう思ったら、まあ、気にしなくてもいいかなって思えたりたとえその自分が気にしてることを見下す人がいたとしてもそれはあのなんかちょっと心が 狭い人ななのかっって思ったりその人も嫌な目にあったりだとかどういう生き方をしてどういう背景でってわからないから悪いとまでは私は思わないっていうかうん確かになんかそういうこと言われたら傷ついたりもするしショックだけどなんかそういう考えの人もあってもいいのかなって決して傷つけることがいいことじゃないけど。 でもその自分の持ってる劣等感っていうのはいくらでも変えられるって思ったんですよ。それを強みにするっていうかやっぱりそういうものを持ってる人って変えていきたいって思う力っていうかなそれがすごく強いと思うからみんなねきっと自分は弱いから強くなりたいって思ってるかもしれないんだけどもう十分強いと思うのね。今は自信が持てないかもしれないんだけどあの個性って言う ね、捉え方をして大事にしてしてほいと思うんですよ別にそれを変えちゃいけないってことじゃなくてうて、ん、だからあのみんな今でも十分かわいいし,人だし素敵な人たちだと思うから自信持ってほしいいって思います自分のことをね日本人だからさなんかそうやって褒められたりすると「いや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 」ってなるけどそれは素直に受け止めてほしいって思います。 というわけで、このお話が良かったと思ったら、いいね <laughs> とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた皆さん、明日も動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。